現役プロ野球選手歌うのしんどい応援歌決定戦。先日甲子園球場にて阪神 DeNA 戦を観戦した際にふと感じたことが、まずはこちらの映像をご覧ください。見ていただいても分かるように、近本の応援歌歌い続けるのしんどというシンプルな感想である。その上で阪神近本浩二の応援歌を改めてお聞きいただこう。近本の応援歌にはミドル 2F、 一般的なピアノ鍵盤で言えばファの音が5回登場。男性の平均的な地声の声域はミドル 1C からミドル 2G とされており、そのミドル 2G から1音下ミドル 2F が歌い出し、ラストへの盛り上がり、そしてフィニッシュ部分とバランスよく登場してくる近本の応援歌は、連続して歌うとしんどいのも頷ける。では実際のところ、各球団現行使用中の応援歌の中で歌い続けるのが一番しんどい応援歌とはどの曲なのか、今回はそれを調査してみよう。視聴者の皆様、高音を出すのもしんどかったですが、この調査も地味にしんどかったので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まずは今回のルールを発表。NPB12 球団の現行使用中の野手用個人応援歌から高音の数や楽曲構成などを加味したしんどい応援歌をリストアップ。なお、あくまでも歌唱部分ということで、トランペットの演奏パートなどは除外。また歌い続けるという点から、前奏やファンファーレなどは1回限りのものが多いため対象外とする。そして最終的に12球団で一番歌うのがしんどい応援歌を決定する。あくまでも個人的な調査ですので、ご了承ください。それでは調査の結果を発表。まずは先ほど紹介した近本の阪神だが、他にも歌っていてしんどい応援歌が、まずはこちら。元中日タイロン・ウッズの応援歌にちょっと似ている島田海里の応援歌だが、近本の最高音ミドル 2F が4回登場。近本と比べるとロングトーンが少ないものの、ミドル 2F を1音上回るミドル 2G が登場。地味にしんどい応援歌である。続いて阪神からはもう1曲。新外国人ミエセスの応援歌。こちらはミドル 2F が5回登場し、島田と同じミドル 2G も登場。前奏は今回の調査の対象外だが、そちらにもミドル 2F のロングトーンが2回登場しているため、この曲もしんどい応援歌の一つではないだろうか。では同じセリーグから調べていこう。続いて広島。こちらはあまり高音を使った曲も少なく、しんどい曲も控えめ。あえて一つ挙げるとすれば。田中康介の応援歌だが、ミドル 2G が1回、ミドル 2F が3回登場。カープの応援歌の中では高い部類だが、ど
ちらにせよ2ターン目以降はスクワット応援で名前コールに切り替わるため、肉体的にはしんどくても生体にはさほどダメージは少ないかもしれない。続いてヤクルト、こちらも思っていたよりもしんどそうな応援歌は少なく、その中で選び抜いた結果、荒木隆弘の応援歌はミドル 2F が4回登場。しかしいずれもロングトーンではないので、先日の近本などと比べるとまだ楽な方ではある。続いて DNA、 こちらも言うほどしんどそうな曲はなかったものの、新曲に一つしんどそうなのが、京田陽太の応援歌だが、前半は比較的穏やかに進行するものの、後半一気に高音祭りに発展。そして最後の音もミドル 2F のロングトーンと、歌っている方もバトルフェイスになってしまいそうである。続いてそのバトルフェイスの生みの親、中日ドラゴンズには割としんどめの応援歌が。まずはこちら、高橋周平の応援歌。この曲も前半は控えめだが、後半に一気に高音が登場。フィニッシュにかけてミドル 2F が登場し、ラストにミドル 2G が3回、ミドル 2F が1回登場する。周平自身もしんどいシーズンが続くが頑張ってほしいところ。さらに、ネオアキラの通常時応援歌、ミドル 2G が2回、ミドル 2F も複数回登場し、なかなかしんどめの曲に。しかし現状投手転向したこともあって、あまり歌う機会はない。そしてセリーグ最後は球界の名手こと巨人、応援歌に関してはどうなのか。すると、梶谷隆之の応援歌にはミドル 2F が4回、ミドル 2G が3回登場し、かなりしんどめの応援歌に。年俸も高いが応援歌も高めだった。さらに、中田翔の応援歌にはなんとミドル 2G がここまで最高の4回登場。さらにミドル 2F に至っては7回歌う必要があり、しんどい応援歌の王者候補に急浮上。それではここからはパ・リーグに移ろう。まずは昨年の日本一オリックス。難しい曲が多い印象だが、案外高音パートはトランペット演奏のみのものが多かった。その中でまだしんどそうなのがこちら、
月健也の応援歌ミドル 2F が A パートに3回 B パートに1回登場する。だが特殊な構成で途中でコールを挟むためまだ楽な方かもしれない。その他では宗悠馬の応援歌の終盤にも高音、現在ゴンザレスが使っているこの応援歌にもラストに高音が登場、他には T 岡田らにも高音が登場するが、いずれも一曲通して高音連発ではないため他と比べるとまだマシな印象ではある。続いてソフトバンク、繰り返しメロディーが多いこともありあまり高低差も少ないイメージだが、こちらをお聴きください。柳田悠岐の応援歌、こちらはミドル 2F が1回登場とメロディーだけ見ればしんどくないのだが、コール部分と歌い出しがかぶっている音楽用語で言うとアウフタクトを用いている楽曲のため休憩しにくく、複数回歌っていると案外しんどいということでノミネート。そしてもう一つ変わり種が、谷川原健太の応援歌、こちらはなんとミドル 1C シャープというかなり低い音が登場、さらに半音上のミドル 1D も連発されるという全体的にめちゃくちゃ低い部分をさまよっている応援歌。ちなみに女性の平均的な地声の声域はミドル 1G からハイ C とされており、特に女性キラーの応援歌となっていることがわかる。続いて日本ハム、こちらもめちゃくちゃしんどいという曲は少なめ、あえて選ぶと、松本剛の応援歌にはミドル 2F シャープが終盤に登場、半音下のミドル 2F も2度登場するので割としんどい人もいるかもしれない。続いては特徴的な応援歌が多い西武、構成、音の高さを考えるとやはりこの曲だろうか。小野崎修太の応援歌だがミドル 2F がなんと10回も登場、さらにミドル 2G がラストの小野崎修太3連発で3回登場、そしてなんとこの曲はコール部分がないため歌いっぱなしという小野崎も驚くかなりのサイコパス仕様の応援歌となっている。そしていろいろ大変なことになっているあの人の応援歌だが、まず歌い出しがミドル 1A シャープという NPB の現行応援歌で一番低い音を使用、女性に優しくないという要素を持っており、さらに高音のミドル 2F も連発、ミドル 2G も登場するという非常に高低差がある曲となっており、まるで WBC 世界一の栄光からえらいことになっている現状を表現しているかのような感じになっていた。続いては応援歌一新騒動もあったが徐々に風向きが変わってきている楽天、まずはこちら。
小深田博人の応援歌、なかなか特殊な構造となっているのだが、2回目のフィニッシュで1ターンと考えた場合、ミドル 2G が2回登場、そしてミドル 2F も16回登場するというかなりしんどい曲だが、途中にコール部分が長く続くため、それを考えると少し楽ではある。そしてカルト的な人気を誇る島内宏明の応援歌、この曲はミドル 2G が4回、ミドル 2F も4回登場と高音が連発、さらにコールがないループ形式のため歌い続けるしんどさは現行応援歌の中でもトップクラスではないだろうか。そして最後は新入団選手が応援がすごいと言いがちロッテ、しんどい応援歌が多そうなイメージだが、こちらの応援歌がノミネート。荻野隆の応援歌だが、ミドル 2G が2回、ミドル 2F がなんと11回登場、途中に「おいおい」連発で歌わなくていい部分もあるものの、コールに到達するまでも長めの構成となっており、歌い続けるのはかなりしんどい1曲ではないだろうか。というわけでここまで19曲がノミネートとなったが、なんとこの中のどの曲よりも高い音が要求される応援歌が存在した。果たしてその応援歌とは。ロッテ角中克也の応援歌、ここまで最高音だったミドル 2G が中田翔に並ぶ4回登場、そしてなんとそれよりも半音高いミドル 2G シャープも登場するという NPB の現行応援歌で一番高い音を含む応援歌ということになった。畜生キャラの角中にふさわしい超鬼畜な曲と言えるのではないだろうか。というわけでコール部分でやや休憩はできるものの、平均的な男性の地声の声域より半音超えで、そもそも出ない男性も多く存在する可能性すらあるロッテ角中克也の応援歌を一番しんどい応援歌に決定。ロッテファンの皆さん、嬉しいかどうかは分かりませんが、おめでとうございます。ちなみに歌唱パートだけでなく、トランペット演奏パートを含むとさらに高音を含んだ個人応援歌が存在した。それがこちら、オリックス森友哉のディープレッド。こちらはハイ A の音が使われており、分かりやすくレミオロメンで言えば粉雪の部分と同じ高さ。そもそも演奏機会も少ないこの応援歌、応援団の方もぶっつけでこの音に当てるのはなかなか大変かもしれない。というわけで年俸も応援歌も高すぎると後々しんどくなるかもしれません。肉を白米のせて口開け、腹満たすカルビもっとおかわり。